ております。で今回必殺技と究極技合計4つ新しく技が追加されております。ほうほうほう。じゃあ1つずつ説明していきたいんですけども、まず1つ目、一番上のバリアントドライブという技なんですけども、はい、バリアントドライブ、まあ、こちらがよくある中距離から突進攻撃を仕掛ける技になってるんですけども、特徴としましては、はい、結構うまいプレイヤーと戦うときってこういった打撃、直線的な打撃攻撃は、はい、まあ、ガードされたり、はい、ジャストガードされたりしてしまうんですかね。そうですね、まあ、かなり直線的な動きなので、すごい読まれやすいんですけども、はいはいはい、この技追加入力することでガードブレイク技へと発生することが可能です。おお、はい、で結構ダッシュでは逃げれないぐらいのフォーミングにしてますので、こちらの普通に突進攻撃をするのか、はい、打撃ガードブレイク攻撃にするのか2択を迫れる技と。あら面白い。これは読めないですね。これ確かに。またゼノバス結構あのカウンター技、いわゆる当て身技かなり多いんですけども、はい、そういった技に対してもガードボタンを入力することで技をキャンセルすることが、すごいもう用途が幅広いですねこれ。結構うまいプレイヤーほどカウンターを狙ってくるので、まあ、そのカウンター技を誘ってこのようにガードでキャンセルして最大コンボを叩き込むといった使い方が可能です。なるほど。で次にリバースドショットという技なんですけど、リバースドショットこちらは、いわゆる遠距離攻撃ですね。うんうんうん。このように、弾を4発放つんですけども、はい、まあ、名前の通り、技が当たらなかったりすり抜けたりすると、はい、このように反転して、あ、戻ってくる。技が戻ってきます。まあ、結構あの GT のアニメをご覧になられてる方は、あのシーンだっていうのを気づいてもらえるかなと思うんですけど、実際にアニメでも使ってた技ですね。うんうん、いやこれはいやらしい技ですね。これはいやらしいです。まあ、使い手変わらすると使いやすいですねこれは。こちらの技が、体力がピンチになると性能が強化されまして。ほう。弾の数が倍になります。あ、本当だ。めちゃくちゃえげつない弾が飛んでいくので、まあ一回避けても裏からまた気弾が襲ってくるというこれはかなり強力な技になっております。いや、いいな、使いたい。そうですね、今のところ本当相手のガードに対するこう対策っていうのがすごいなされてる技ですねこれは。でも2つとも、で最後に、リベンジファイナルフラッシュうん、という技なんですけども、まあ、こちら、先ほど紹介した2つの技と違って、まあ、結構シンプルな技なんですけども、まあ、このように極太の気弾を発射するという技になってるんですけども、コマンドを長押しすることで、照射時間を伸ばすことが、今長かったですね、威力を消費して、そうですね、技の時間を伸ばすことが可能です。でこちらも、体力がピンチになりますと、かなり長い時間打っていることが可能です。長っ長っ長っびっくりした。これ結構今ガードさせてるので分かりづらかったんですけども、コンボのしメダノンに使うともうこれでフィニッシュを狙えるような性能になってますから。いやーすげえ。これあの究極技が必殺技ですからね。これぜひ技力を育てていただければ、うんうん、アバターリセットしたらかなり強力な技になるのかなと思います。はい、あ、そうですね、今回その今回の DLC に技としてしっかりベビーとケフラの技がしっかり入ってますので、アバターにも装備は可能となっています。なるほど。はい、最後究極技なんですけども、お願いします。皆さんご存知のリベンジデスボールを新規技として追加しております。あ、リベンジデスボール一回打ってみますね。で今お気づきの方もおられたと思うんですけども、こちら技を発動するときに技力を全て消費します。あ、本当だ。こちら消費した技力の本数によって威力が変化するといった形になっておりまして、さらにそちらの性能をちょっと待ってくださいね、助けるためにちょっと技力を消費します、ね、はい、まずは減らしていきましょう。こちら
技を長押しして威力を貯めることが可能で、このように長押ししてると威力がどんどん溜まっていく。あ、本当だ、溜まってる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 、ドーン。最大まで貯めると、超巨大なリベンジデスボールが発射されるといった性能になっております。結構レイド戦とかで活躍する技じゃないですかね、これは。そうですね、そう、味方が戦っている間にとかですね。そうですよね、まだかよっつって、もうちょっとみたいなすげえ。でこちらも体力がピンチになると、はい、性能がアップするというところで、すみません、ね、ちょっとまた減らします、はい、いいですよ、いいですよ、これ威力の、溜まる速度に注目してみてください。はい、溜まる速度に注目。あ、速い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 、めちゃくちゃ速く溜まります。速い、うわー、これは。で今ガードしてるのでちょっとダメージ与えれなかったんですけども、実際こちらヒットすると、忌憚の究極技の中でも、かなりもう3本の指に入るぐらいの威力を出すことが可能となっております。なるほど、いや恐ろしい、はい、まあ、通常アクションなども結構変わったアクションを入れておりまして、まあ、背後攻撃などこのように忌憚をばらまく背後攻撃だったり、おしゃれですね、いやらしいアクションを入れているので、まあ、結構ガチのバトルでもアバターに対抗して戦える原作キャラになっているのかなと思っております。いや、ありがとうございます。で最後にまあ、スーパーソウルなんですけども、はい、こちらそれぞれの必殺技瀕死になったら強力になるということで、スーパーソウルも瀕死時に、効果を発揮するものとなっております。で、まあ、この瀕死の状態でダメージを 50% カットするといった性能になっておりますので、まあ、この瀕死の状態を維持しながら先ほどの強力な速いためだったりとか必殺技を駆使して戦うことが可能となっております。ですので結構一発逆転のキャラクターになっていますね。すごいですね、確かに。本当に相手のガードにも対抗できるし、自分がピンチになってもそれはそれで一気に形勢逆転も狙えると。はい、そうですね、うん、まあ、リベンジデスボールで本当に一発逆転を狙えるキャラクターになっておりますので、うんうんうん、まあ、負けそうになっても諦めずに最後までバトルをしていくというキャラクターになっております。はい、はい、デビーについてのご紹介は以上となります。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。ということでございまして、スピード全てを下げるという、でそのバトル中はずっと継続っていう、結構やばいスキルを一個実装しています。なかなかの調整ぶりですね。はい、でこれに関してはですね、まだストーリーをクリアしていない方にですね、ぜひ全部シナリオを見てもらいたいなと思って、まだこれを機に、ぜひ遊んでみてくださいというところですね。ヒーロー殺し屋内のショップで TP メダル1枚で買えますので、はい、ぜひ遊んでみてくださいというところです。はい、で最後にフィギュアバトル、ができる NPC をコントントに5人配置いたします。はい、続いて各種技の調整100種以上と、100種以上、今回かなり大幅な調整をしております。で、これ調整というかですね、9割以上はこれ技の情報修正になります。はい、下方修正とかあんまり下方は少なめです。かなり今回少ないです、ほとんどが情報。例えばなんですけど、カメハメハ、まあ、世界でおそらく一番使われているであろう、このカメハメハなんですけれども、はい、速度が上がりました。ね、なんでコンボコンボコンボで相手を吹き飛ばして最後にカメハメハでこう決めるっていう、こう定番のコンボがあるんですけれども、たまにこうタイミングが悪いとカメハメハだけちょっと避けられちゃったりするんですね。でそれも、今回まあ、気持ちよく当たるように、気持ちよく当てられるように、はい、なっています。おといった調整が数々、はい、今後ホームページ等でアップいたしますので、ご確認くださいというところですね。はいはい、その他通信品質の改善とも行っております。はい、次お願いします。はい、ここでですね、ご待望のですね、今日新プレイアブルキャラクターの次期プレイを初公開したいと思います。はい、はい、今日はスーパーベビー2ですね。でですね、ここでですね、はい、今日実